Hi guys, it's Chihyo. Welcome back to my YouTube channel. どうも皆さんお久しぶりです。チヒです。本日は英会話アプリを使ってオーストラリア人の先生に日本についてだったり日本人についてだったりね、どういう風な印象があるかとかどう思うかについて聞いていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでですね、今回、皆さんにご紹介したい英会話アプリ、キャンブリーっていう英会話アプリになります。で、この英会話アプリは24時間、いつでもどこでもネイティブの先生たちとつながれて英会話ができるっていうアプリになってます。本当に私も使ってみたんですけど、すごい簡単で、アプリを開いてポチッと押すだけですぐに本当に先生たちとつながれるので、まあ、特に英会話伸ばしたいって思ってる人とか、まあ、あんまり時間がないけど英語にね、触れる機会が欲しいっていう人にはすごくおすすめのアプリになってます。で、このキャンブリーのいいところは先生たちがネイティブっていうところですね。アメリカ出身、オーストラリア、イギリス、ニュージーランドだったり、いろんな国のネイティブの先生とつながることができます。チューターも自分でこう選ぶことができるんですけど、選ぶ時にね、こう先生たちのプロフィールが出てきて、こう先生の趣味だったりとか先生のアクセントだったりっていうのも簡単に見れて、で、すぐそこの先生とお話ができる。私もまあオーストラリアにこう留学来る前にオーストラリア人の人と喋った経験があんまりなくて、本当にこっちに来てからすごいねアクセントが強すぎてすごい困ったので、キャンブリーを使えばオーストラリア人の先生を選んでお話しすることで、まあ、ちょっとずつねこう名張りになれたりとか、ちょっと準備ができるっていうのもすごくいいところだなと思いました。はい、まあ、あとまあ日常会話だけじゃなくて、例えばビジネス英語が学びたいとか TOEIC のスピーキングを練習したいっていう場合にも結構使える、いろんなこうテストプレパレーションっていう選べるカリキュラムだったりとかもあるので、日常会話だけじゃなくてそういうテストを準備したい人とかにもかなりおすすめできます。はい、ということでですね、実際に、今から、アプリを開いてみて使い方の説明をしていきたいと思います。はい、じゃあまず携帯を開いてキャンブリーのアプリに行きます。で、キャンブリーのアプリ入ると、まず一番上にプラクティスイングリッシュっていうのがありますね。これを押しちゃうとすぐに空いてるチューターの人とつながる形になります。なので、まあ、チューターを選ぶことはできないので、例えば時間がなくて本当に今すぐ誰かとお話ししたいっていう時にここを押すっていう、一番上を押すっていう感じですね。で、この下のところを見るとメニューだったりリザーベーション、レッスン、チューターっていうのがあって、まずメニューっていうのを見てみると、ヒストリーっていうところをねここ開けると、前回英会話した様子っていうのが録画されていて、で、ここでねこう自分の喋ってる様子を見ることができます。すごいこれいいなと思ったのが、やっぱり自分が思ってる発音とやっぱり違うことがすごくあるので、こうやって見てみて、あ、ここのアクセント直した方がいいなとか、あ、ここ文法間違えたなっていうのも分かりやすいので、すごくこれもねおすすめの機能になります。で、戻ると、で、次ここにリザーベーションっていうのがありますね。これは入力した人とかをクリエイトニューリザーベーションで切ります。次、このレッスンっていうところに行くと、フィルターですね、ここフィルターを押します。そうするとカリキュラム、テストプレパレーションのが出てくるので、まず私の場合、じゃあ例えば TOEIC の練習をしたいよっていうのが TOEIC って押してサーチってすると、こういろいろ TOEIC の、プレパレーションレッスンだったりとか出てきます。はい、で、この私が一番ねおすすめしたい機能がこのチューターっていうところになります。あ、緑色になってるのが今すぐ電話できる可能な先生たちで、その下赤いところは今ちょっと暇じゃない先生たちになりますね。で、こういう風に先生たちがずらーっと並んでるんですけど、ここ開いてみると、まず Speaks EnglishNative USA Accent って書いてありますね。じゃあこの人はアメリカ英語なんだ。 Tutoring Style、 例えばどんなレッスンの感じ雰囲気かっていうと、Kind, Patient、 すごく優しくて親切で、こう我慢強い多分すごく優しいゆったりした先生なんだなっていうのが分かりますね。そうで、ここで Best with Levels って書いてあって、Just Beginning, Basic, Conversational、 この先生に合ったレベルっていうのがここに書かれていますね。先生たちすごいたくさんいます。 Enjoy discussing business, world news, entertainment, lifestyle、 いろいろこうこの先生たちが好きなトピック、話すのが好きなトピックだったりっていうのも書いてあるので、ここでこう共通の趣味とかを見つけられたらすごく話しやすいなっていう感じにはなりますよね。うん、はい、ということで、まあ、以上がこんな感じでキャンブリーの使い方になります。すごいシンプルで使いやすい
かなり手軽だなっていうのがまず第一印象です。はい、ということでですね、まあ、今から実際に、ケンブリを使ってオーストラリア人の先生たちに日本についてどう思うかっていう質問を投げかけていきたいと思います。Hello. Hi, how are you? I'm very good, thank you. And how are you? So good, thank you. So I am having this YouTube channel and、I normally share my experience studying abroad in Australia and a lot of people are interested in Australia and、Australian people.And I just want to ask you, what do you think about Japanese people or Japanese culture in general? Okay. Well, I haven't had the opportunity to travel to Japan as yet. But, That's fine. I hope to one day. I'd love to come to Japan. I have had a lot of contact with Japanese people. Like what? Well, the first like personal contact was I used to do homestay for a university in Brisbane for Japanese students who came. So you accepted many students to like live with you? Yes. Oh, yes. Nice. Yeah, so they became part of our family. And, oh, so cool. Did you find something interesting about Japanese people, like a little bit different from Australian people? Yes, a few things. They were so polite and very, very respectful. Oh, I see. And I find that Australians are a little bit different than that. Oh, it's more friendly, I think they are. Probably. Yeah. They were very, very easy to get along with, and they have a good sense of humor. So you have kind of good impression about Japan or Japanese people? Do you have any impression or...? No, I don't have any bad. None at all. Okay. And I love sushi. Oh, yes. It's so popular in here as well. It is. Yeah. It's great. Yeah. I just want to ask you about what do you think about Japan or Japanese people? Okay. So I've never been to Japan. But it has always been actually a childhood dream of mine to go there. Why? Well, I grew up, you know, reading manga and watching anime. And I'm just a huge fan of Japanese culture in general. I'm reading a Japanese book right now, in fact. Maybe you know about this book. Soseki Natsume. Yeah, I know him. He's a very famous author. Yeah, I'm really actually super impressed by this book. Really? It's a long book, but every single page is absolutely hilarious. I literally laugh out loud on every single page. So I'm really, really impressed by this, yeah. Nice. 言うまでもなくすごくいいですね。まあこれは、まあ、見てたらすごくわかると思うんですけど、とにかく手軽にすぐネイティブの先生とつながれるので、本当にすごく簡単で使いやすいっていうのが第一印象になります。30分でもやっぱり毎日ね使ってネイティブの人と英語を話せば結構英語力伸びるんじゃないかなって思います。私は英会話教室個人的に行ってたんですけど、すごくねそれもためにはなったと思うんです。大体まあ英会話教室って1週間に1回が多いと思うんですけど、1週間経つとね結構忘れちゃってたりするんですよ。先週教えてもらったこのフレーズ何だったっけみたいな。だけどやっぱりこういう風にキャンブリーみたいなアプリを使って毎日ネイティブの人と話していくと、やっぱり話すことにもなれるし、英語になれる上ですごくいいアプリだなと思いました。なんでね本当に、まあ、留学行きたいけど留学行くお金がなくて、でも英語を話したいとか英語を話せるようになりたいっていう人はねすごくおすすめだと思います。はい、で今回この動画を見てくださった方はこちらの、プロモーションコードを使えます。こちらのチッチキっていうプロモーションコードを使っていただくと15分無料でネイティブの先生とおしゃべりできますので、ぜひねこれ使ってみんな先生たちと喋ってみてください。ということで皆さん今日も最後まで動画見てくれてありがとうございました。そしてこの動画をスポンサーしてくださったケンブリーさんにもお礼を申し上げたいと思います。はい、なのでね皆さんよかったら使ってください。Thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the next one. Bye!
Bye.